やっぱり礼儀だけはある程度持っといた方がいいんじゃないかなっていうのは、まあ全然別にその例えば遅刻したりだとか、うん、なんかなんだ、まあ、お金のところにルーズだったりとか、はい、っていうのは全然あってもいいとは思うんですけど、はい、けどやっぱ最後の最後である程度その礼儀というか相手に対する思いやりみたいなところがやっぱりないと、うん、今後ともやっぱ一緒に仕事したいなっていう風に思えなくなっちゃうから、それですごいせっかく曲がかっこいいのにそこで減点されちゃうってのはもったいないことだなっていう風に思う。ラッパーだとやっぱそういうイメージ、そういう偏見っていうものはつきものだけれど、だからこそなんか当たり前のことを当たり前にやれればむしろかっこよくなると思う。スタイルとかは別に常識外れでいいけれど、人と人対人の時は当たり前のことは当たり前にできた方がかっこいいんじゃないかなっていう風に思います。Thank you.